ロビンソンと一緒のイエイ。藤村でございます。嬉野でございます。先生、こちらはですね、はい、ここ今札幌です。そうですね、ちょっと何ヶ月か前にですね、あの VTuber の前元圭介さん、いましたね。あれが随分ね、なんか良かった。あの前元君も初対面でしたけども、そのリアル人間と違うので、そうなんです。顔の初対面の時 の緊張とか、妙な気を使うとか、あの微妙な表情とか出ないじゃないですか。そうなんです。だからもうおんちゃんと話してる感じで、まあそうね。だから前元というやつがね、よく働く後輩に見えてきたんですよ、私ね。なんかざっくばらんにいきなり話せるっていう効果を感じましたよね。ありますよ。階段に向いてるなみたいな。そうありました。なんで我々に今日ね、ちょっと体験をちょっとさせてもらって、あれ、これ僕です。あなたが似ても VTuber だから一番似ても似つかないやつ選んでやろうかと思って。こちら、はい、嬉野のキャラクターでございます。そうですね、私もなんかそれ最近思うんですけどね、年齢は上がってくじゃないですか。もちろんいずれね、統括もないだろうと思うじゃないですか。はい、そうすると どうしたもんかなってずっと思ったらですね、常にハットですよ。あ、ハット。僕はだからそのこの VTuber でね、変身するんであれば、先取りで俺のイメージをつけとって、なるほど、なるほど、後からくっつける分にはいいだろうみたいなことですよ。なるほど、近い将来こういう格好いかがなものかざわつかないようになるほど、ね、そういう感じだ。洋服はもうトム・ブラウンです。トム・ブラウンこれなんかあの帽子、あ、あれ、あります先生、あります。これがですね、え、なんですか、こういう風に被っちゃうと若いじゃないですか。もっと目深に被るってことでしょ。ちょっと濃いめのグレーかなんかね。グレーね、これじゃないんだこれでもないしさこれ近い、これ近い、これ大きくして、これを若干大きくすれば、これをちょっと大きくして、なんか、あ、来ました、来ました、来ました、先生かっこいい。そしてなんかこうヘアをね、ちょっと所さんみたいにね、所さん金髪にしてもらうとね、金髪ね、あの金髪っていうのもやっぱり地肌のコントラストが減るからね。なるほど、ショック少ないんですよ。あ、いいじゃないですか、かっこいい、かっこいいじゃないですか。なんかあれですか、スリーピースとかありますか。ああ、ベストもついて、なるほどね。おい、違います。違いますよね。もうこれでもいいかな。おー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 、割と、あ、じゃあもうこれでいいんじゃないですか。はい、続いて。おお、先生。ここ私が選んだ。先生、これでもいいじゃないですか。全然。私はこれでもいいぐらいですけど。イメージ。せっかくなんでね、ちょっとその他のやつを見ていこうって。メガネね。いや、それは全然そうでしょうね。それもそうね。ちょっと目が見えないっていうのもちょっとどうかな。そうだよね。刀を背負える。それはやめてください。話しにくしようなんですけど。そう、歯ブラシだ。常に歯ブラシ持ってる。いや、それでもだから。キセルを。あ、どうだよ、キセル。バラね。ちょっとなんか帽子また2人かぶったと寄っちゃうからね。おお、おお、変えなくていいんじゃないの。落ち着いてるね。長く使うと考えたらそうなんだよね。意外とね、意外とね。これで今我々のキャラクターがそうですね、もうすでにここにいて、とりあえずこのゴーグルをつけることによってこの中が見えるっていうね、こいつで操作をするっていう。で、これで、まあ、とりあえず一回これつけてみましょうか。手に持つのがメガネが痛い。これどう、はい、はいはいはい、お、はいはい、あ、先生いた。おお、これ
なんかしてるんだ。これ何、これどうやってやったらいいの、何をするのこれ。あ、これこれこれが握りか。おお、なんかすごいカメラ来た。私の姿見えてる見えてる見えてる。お先生なんかポーズおかしいよ。え、おかしいって言ったって俺普通にしてるぜ。先生だって首が曲がってるもの。なんで曲がってんの。ねえ、こんなになってるよ。おなんか金ちゃんみたいな。私だって自分で見ても手が変だもんこれ。はい、私の手すごいことになってるでしょこれ今。何よ、はい、握手するの。お、消えた。お、そうか、なるほどね。あ、ちょっと良くなってきたかな。こっちか、嬉野さん。あ、どうも藤村さん、もう大丈夫ですか。あ、大丈夫です。ああ、なんかね、はいはいはい。あ、なんかね、嬉野さんに見えてきました。あ、そうですか。え、そうですそうです。これ不思議不思議不思議。やっぱそれ牛でしょ。Tシャツ牛でしょ。いや、そんなことないですよ。かっこいい素敵な柄じゃないですか。え、牛です。いやいやいや、おかしい。いやいや、どうもどうも。ね、あ、握手とかできますか、ね、これできるんですか。できます。はいはいはい。どうもありがとうございます。あ、どうもどうも。ね、あ、もう、私なんか分かってきましたよ。そうですね。いや。おー、ノー。ね。やめてくれよ、みたいな。そう、これしかできないんで。ねえ、こういう、いやー、おー、そう、指を上げた今ピースでいいね。チョッキ、難しい。無理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 。いや、ゲッツが一番やりやすいんだやっぱりこれ。ゲッツがやりやすいんだ。ヘイヘイノー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 とできますよ、もうね。これとバーチャルになっても楽しい人だな。そうでしょ、俺がね、VTuber のいいところだよね。おっさんの姿じゃないっていう。どんなことでも、どんなくだらないことでも、なんか、ああ、あの人だったら許せるなみたいな、なんかその、確かに、ね、イエイっていうね。せっかくなので、そこにボードがありますので。でこれかい、背景を選ぶためにサイコロを振るだけなんですが。くだらねえ。サイコロ。全然何が面白いんだよ。全然怖くないですね。あ、俺が言ってんだぞ。全然その藤村さんに言われても何も怖くない。サイコロ拾う、あ、ここにあるね。サイコロそこにあるじゃん。あるよね。近づいていないぜ。あ、すごい、ね、もう俺は壁に当たってるぜ。当たってるでしょ。当たってるぜ。あ、じゃあすみません、サイコロの方から来ますので。まあ、そうだよ、サイコロが来ればいいよ。サイコロが、よし、来た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 。おい、あ、嬉野さんが取りましたよ。これは、yeah. 今俺取ったのかな。イエーイ先生、行って行って。はい、6です。6、お二人早いですね、1回。何落としたの。なんだよ、なんだよ。 VR 空間でサイコロの旅。まだ HTB 本社があった頃の1、平石高台公園とね、はい、で2、二度と行きたくないぜジャングルってことでしょ。そして、3、ヨーロッパの玄関口凱旋門、はいはい。で4が絶景が呼んでる四国と、いいよ。でリベンジしたユーコン、6枠ロビンソンと激闘西表島、これこの前やってきたぜ。やったぜこれ。はい、それで1、おきた、おきた、おきた、平石高台公園。高台公園見えました。これがやっぱり一番合うんじゃないか。おー、来ましたね、岡村来たね、来ました、はい。あー、いいね先生。イエッツ、うっとうしいなこいつ。イエッツ、イエッツ、イエッツ、できちゃった、ね、僕たちできちゃった。サイコロ渡してあげてください。おい、ふぅ、あ、4、おお、これあれだ、ファンタジーじゃないか。ああ、違うか。そうです、ファンタジーです。ファンタジー、はい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 、イエッ、
えい。ゲッツ。ゲッツ。ゲッツ。あ、あなたも。ゲッツ。そんな背景でもゲッツしかできない。ね、それしかできないんだもん、だって。基本ゲッツしかできないんだ。まあ、こんなことやらないぜ、ある意味、確かに。こういうことができるんだよね。これだったらやってもいいかなっていう。ね、こんなに仲良くしたことないんだよ。そう。っていうことだね。で、うん、嬉野くん違うなっていうことだね。そういうことです。はいはいはい。これ何カメラ？ああそっか。これで僕が映ってるってことね。お得意のゲッツ。これしかできない。すごいね、喋るの変わるね。そうなんだよ、うん、やっぱ彼がちょっと乗り移ってくるんだ。彼だったらこうやって言うんじゃないかなみたいなね、うん、これ俺こいつこいつね、もうこのぐらい動けたらもうあとなんとかピースぐらいを、やっぱりこっちピース、いやー結局ゲッツ、結局ゲッツ、ロビンソンと一緒のイエイ。はい、ということでどうも失礼しました。ありがとうございました。どうも。はい先生、はい、キャラクターを作って、どうでしたね、その 3D の空間に、まあ、我々自身も入ってっていうことで、あのゴーグルをつけて、もう手でやるじゃないですか、やりましたね。ちょっと難しいです。難しいですね。ゲッツぐらいしか、ゲッツしかできなかったですね。ゲッツはすぐ覚えて面白かった。ひたすらやってましたけども。けど、まあ我々的にはトークさえできれば、板付きで喋ってますからね。板付きで喋れるのが一番っていう感じですね。感じになるといいなって感じですね。そうですね。3D の空間でサイコロ振ったりは、我々全くいらなかったですね。あれはやっぱり厳しいですね。厳しいですね。見えにくい。見えにくいっていうか、なんかその、いいだろうって思っちゃうっていう。なんかね、せっかくね、紹介してもらってあれなんだけどさ、ね、だからまあ、今日はゲッツができてよかった。なんかなんて言うんでしょうか、あれ普段、私今やれって言っても やる気しないですもん、うん、ただ、これがやってると、うん、それ自分で中で見てるから、うん、面白くって、ちょっとついやってしまう、ちょっとおふざけしてしまうっていうのがありますけども、うん、キャラクターとしてはね、うん、不思議なもんでね、うん、あれつけて先生が、先生っていうかこの牛柄のこいつがね、牛柄じゃないこいつがいると、これが本当に嬉野さんに見えてくるんですよ。ああ、なるほどなるほど。それは実際にそうでした。なるほど、うん、で自分も、うん、自分に思えてきました。ああ、なるほど。だん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 、もうアバターが自分に思えてきました。自分に思えてきました。これでさ、前本君がやってみたいに、うん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 、トークができると、うん、割とね、すごくね、うん、客観的にトークができそうな気がする。そうですね。もうなんか自分というよりアバターなので。そう。トークの内容っていうのも、うん、普段の私とは違う次元の話になってくるとか。うんね、せっかく話したのに急にゲッツとかこれ。いや、そんなふざけたこと、このあなたの目の前で。ふざけてるわけないね。面白くはできるとか、面白くやってるってことでしょ。それがね、そういう流れるっていうことが意外にトークね。意外とね、弾んでくるような気がするからね。僕は要するにゴーグル、ゴーグルさえなければいいわけでしょ。身体的にね、やっぱりその、ね、近くが見えないじゃないですか。厳しいんですよね。なるほど。楽しゅうございます。いろいろと理解できましたね。いろいろありますね。